Hey, what's up? 山本です。私は今バンコクスワンナプーム空港に来ております。先ほどアシアナ航空のエアバス380使いましてソウルインチョン空港から到着したところになります。本日お届けする動画はバンコクの滞在記ではございません。本日フライトレビューをお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 B リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。びっくりした。なんか物音するなと思ったら自動のお掃除ロボでした。成田空港にもあんなのありますけど、バンコクスワンナプーム空港にもあったの、前に来た時あったかな。まあいいや。今いる場所は到着の通路になりまして、先ほどのアシアナ航空のフライト出てすぐのところベンチありましたので、ここでお届けしております。バンコク入りたかったんですけども、今回はフライトになります。乗り継ぎのチケットはもうすでに持っておりまして、本日利用する航空会社はなんとこれアシアナ航空ではございません。本日利用する航空会社はタイ航空になります。行き先はフィリピンの首都マニラ行きのフライトレビュー動画になります。すでに搭乗券は持っているんですけども、フライトが翌朝なんですよ。ただいま23時23分になりまして、僕が乗る便の搭乗予定が7時45分になります。なので今日はスワンナプーム空港で空港泊しようかなと思っておりまして、この後乗り継ぎの保安検査行きます。また通過した。乗り継ぎの保安検査通過した後はオマーン航空のラウンジで夜を明かしたいなと思います。オマーン航空のラウンジ何がいいかというと、仮眠できるブースが2つあるんですよ。完全に横になれます。横になってブランケットもありますので、マジで快適に過ごすことができるんですよ。ただ2つしかないので争奪戦が繰り広げられる可能性もあります。とりあえずこの後はすぐ乗り継ぎの保安検査を受けてオマーン航空のラウンジに行きたいと思います。一応2時間半までというルールがあるんですけども、つどつどプライオリティパス切れば朝まで全然滞在できますので、皆さん覚えておいてください。それではこの後は乗り継ぎの保安検査行ってまいります。皆さん覚えてますか、この路線実は僕4月に乗ってるんですよ。ピンときた方いますか。そうなんですよね、マニラ到着してすごく大変だったっていうあの話ですよ。あの時は全く同じ便です。同じ朝出発のマニラ行きにバンコクスワンナプーム空港から乗りまして、ビジネスクラスだったんですよ。ただ残念ながら今回はエコノミークラスにはなるんですけれども、まだ見てない方はぜひ過去の動画ご覧ください。タイランドパスやった頃はすごく物々しい雰囲気だったんですけど、今はもう普通ですね。それはもうここ左曲がったら乗り継ぎカウンターですので行ってまいります。スワンナプーム空港の作り忘れてたわ。すぐ着くと思ったけどもめちゃくちゃ歩きました。保安検査完了しました。いつも思うけどスタッフめちゃくちゃ多いよ。適材適所じゃないぐらい多いわ。それでは今日はオマーン航空のラウンジで夜を明かしたいと思います。また明日の朝お会いしましょう。それではオマーン航空のラウンジ行ってきます。ラウンジの中入りました。こちらとは反対側がダイニングゾーンなんですけども、そちらにはお客さん結構いるんだけども、やったね。ここ2箇所がご覧の通り横になれるんですよ。ほら。それでは本日はここで寝たいと思います。皆さん覚えておいてください。ここで寝ることができます。先ほど見ましたけども、このラウンジ基本的には 2.5 時間2時間半までなんですけども、プライオリティパスつどつど切れば別にこちら側に請求来るわけではありませんので、私は今回 2.5 時間以上間違いなく滞在しますので、レセプションにカード預けてます。おはようございます。翌朝になりました。ただいまの時刻朝7時10分です。昨日はラウンジ来た時はお客さんいっぱいいたんですけども、自分が寝る時には私と向かいの同じようなこの仮眠ブースにもう1人2人しかいなかったんですけども、明け方になるとまたお客さんで大変にぎわっております。この後搭乗あるんですけども、まだ時間ありますのでラウンジの中の食べ物、今の時間帯何があるのか紹介したりだとか、あとは他にプライオリティパスで入るラウンジだったり、タイ航空のラウンジももう既にオープンしておりますので、そちら紹介します。なおタイ航空のラウンジは深夜帯クローズしておりますので、夜間過ごすということができないんですよね。なので夜間過ごすならミラクルラウンジかオマーン航空のラウンジになります。寝ること考えたら僕はオマーン航空のラウンジの方がいいと思います。ミラクルラウンジは他の航空会社の指定ラウンジになっていることも多かったりとか、あとはそもそも規模が広いということもあるので、そっち行く人結構いるんですけども、夜寝るという観点からいくと今回私がいたオマーン航空のラウンジおすすめします。それではミロ飲んで料理紹介します。
オマンホープランズの飲み物食べ物を紹介します。まずはこれワインかなですね。ワインが白ワインなどなど入っております。中東の航空会社なんですけども、ご覧の通りアルコールの種類はかなり豊富なのよ。すごいよね。下の冷蔵庫にソフトドリンク、コーラ、コーラゼロ、セブンアップ、ファンタ、あとチャンビール、ハイネケン、シンハービール、あとはペリーにヨーグルトに私の大好きなミロが入っております。隣の冷蔵庫にはお水入ってるんですけども、なぜかお水が2種類あるのよ。これネスレのお水とこの水、下には炭酸水など入っておりまして、コーヒーマシンもしっかりございます。紅茶も完備しております。食べ物ですが、デーツがあったりだとかドライフルーツ関係、あとはフムスがあったり、中東らしい食べ物もちょこちょこあります。ケーキめちゃくちゃ甘そう、チーズケーキがあったり、スモークサーモンのパンがあったり、カナッペ、コーンフレーク、各種サラダにサンドイッチ、ジュース、フルーツ、パン、サモサなどなどございます。こちらがペンネのパスタ、チキンソーセージに目玉焼き、キャロット、パパイヤ、ジンジャースープ。ただいまの時間、朝の時間帯ということもありますので、これらは朝食メニューになっております。搭乗券がアシアナ航空仕様になっているというのもありますので、ここで新しい搭乗券発見できるかも合わせて聞いてみたいと思います。新しい搭乗券は乗り継ぎカウンターでやってくれということでした。食べ物を紹介します。スイカ、パパイヤ、パイナップル、トマト、ピーマン、パプリカ、キャベツ、人参、レタス。ドレッシングはサウザンアイランドドレッシングと、おすごいごまドレッシング、ありがたいね。ありまして、こちらがチキンソーセージ、ゆで卵、マッシュルームスープ、おかゆ、あとはおかゆのトッピングたちがございます。反対側にはタロイモのまんじゅうとバーベキューチキンまんじゅう、食パンにロールパン、フランスパン、各種バター、ジャム、カップケーキにゼリーか、すごい色してるな。そしてこちらがハムのサンドイッチ、ツナと卵とサラダのサンドイッチ、すんごく甘そうなチョコレートケーキ。反対側にドリンク、各種ソフトドリンク、シンハービール、チャンビール、炭酸水、キッコーマン、すごい、キッコーマンのさつまいも豆乳、オレンジジュースにお水ございました。フレーバーウォーターがあって、各種アルコールも揃っております。オマーン航空のラウンジの方がアルコールの種類としては豊富です。他にはトマトジュースや牛乳、各種お茶っ葉、コーヒーマシンなどなどございます。カップ麺があったり、各種パイがある、こちらがタイホープのラウンジの朝食メニューになっております。サンドイッチだけ持ってきました。実は全然お腹空いてないんですよ。昨日機内食2回食べたっていうのも影響してるのかな。ラウンジ到着後は何も食べてないんですけども、やっぱり2回食べた残りがあるので、全くと言っていいほどお腹空いていない状態です。今回はサンドイッチだけ食べてこのラウンジ後にしたいと思います。ハムのサンドイッチ持ってきたんですけども、どうでしょうか。あ、持った感じ結構しっとりしてるよ。マヨネーズとハム、切り刻んだハムが入ってる感じがします。この後は乗り継ぎカウンターに行って新しい搭乗券ゲットしたいと思います。もし並んでたらこのまま行きますわ。もちろんアシアナ航空仕様の搭乗券でも乗れるんですけども、新しい搭乗券がいいなっていうことだったり、あと隣いるかどうかも確認したいと思います。乗り継ぎカウンター到着しました。新しい搭乗券発見してもらいたいと思います。搭乗券ですが、結果から言うとアシアナのままです。このままでも乗れるよみたいなこと言ってたので、まあいいやと思って、僕も隣いるかいないかを確認したいのが先決だったので、とりあえずこのままで行きたいと思います。続きまして、エールフランスのラウンジ行ってきます。ここもプライオリティパスで入れます。ラウンジの中入りました。まずはフルーツです。フルーツがありまして、一口サイズのカナッペ、これ美味しそう。あとはサンドイッチにバーガー、クロワッサン、ケーキ、うわめちゃくちゃケーキ美味しそうじゃん。しかも種類豊富。こちらが豆とオムレツ、ハムとソーセージ、ソーセージはチキンソーセージです。うわポテト美味しそう、トマトも美味しそう。おおすごい、パッタイだ、パッタイ食べる。アルコール類です。ここのアルコールもやっぱりオマン航空のラウンジすごいんだな。見るとかなり種類豊富でした。赤ワインがあって白ワインです。ワインセラーの中にワインが入っておりました。
で、こちらスープ、スープにパンがございます。上の棚にはカップ麺もございます。そして各種パン、パフ、パイなどがございまして、お水にジュース、リンゴ、オレンジ、コーヒーマシン、お、ミロの粉末がありまして、ソフトドリンクたちもございます。ビールはハイネケンとシンハービールで、ここラウンジ嬉しいの、アイスあるのよ。パッタイいただきます。パッタイ好きなのよ、嬉しいわ。ちなみに今7時半ぐらいなんですけども、ラウンジ誰もいません。このラウンジ朝7時オープンになります。誰もいないラウンジで美味しそうなパッタイをいただきます。これ麺がなんだ、 細麺のパスタかな。これパッタイの麺となんかちょっと違う感じがする。味はパッタイですごく美味しいんですよ。米粉の麺っていうのかな、使ってると思うんですけども、これなんかすごく細いパスタって感じがする。冷製パスタとかで食べたら美味しそうな感じの細パスタ。でもこれはこれでありでね、めちゃくちゃうまい。先ほどはお腹空いてないって言いましたけども、こういう美味しそうなものを見ると人間の差がでしょうか、お腹空いてくるよね。それではこれで食べたらゲートの方に向かいます。本日は C のゲートということなので、ここから遠いんです。ゲート向かおうと思ったんですけども、ケーキご覧の通りめちゃくちゃ美味しそうなので思わず取ってしまいました。本当はアイス食べようかなと思ったんですけども、ここのアイス美味しいのは知ってるんだけども、ケーキ食べてみたいなと思ってケーキ取ったんだよね。あー美味しそう、チョコレートケーキ。上のチョコも少し固めで、で中のムース地がすごくふわふわなので、硬いと柔らかいのコントラストを味わっているような感じがします。ブルーベリーかなこれは。え、ブルーベリーだ。こっちは甘さ控えめ、どっちも美味しいわ。なのでこれ食べたらもうゲートの方向かおうかとは思います。ラウンジ後にしました。正面エバーコークのラウンジあるんだけども、残念ながら閉まって、いや開いてる、エバーコークのラウンジ行くしかないわ。これエバーコークのラウンジできます。嘘でしょ、エバーコークのラウンジやってるよ。今までこういう状態になってからバンコク何回も来てるんですけども、すべてエバーコークのラウンジ閉まってたのよ。久しぶりに入るわ、今日タイ航空搭乗でよかった。行ってきます。ラウンジの中の食べ物ですが、フルーツがあって、サンドイッチ、これタイ航空のラウンジだったやつと全く同じですね。あとはタイのお茶、オレンジジュース、ここら辺にサラダとかあるんですけども、今すべて撤去されていますね。もしかしたらまだオープンしてから時間が経ってないからかもしれません。ここら辺にあるやつもあれだな、タイ航空で見たな。そしてこうおまんじゅうコーナーなんですけども、下2つバーベキューポーク版、クリーム版、これはタイ航空にもあったな。なので結構タイ航空のラウンジあるものと共通かもしれん。パッタイだ、パッタイがあって、マッサマンカレーだ、マッサマンカレー、ポテトスープがあって、ん、何も入ってない。飲み物、ビール、お水、あとは牛乳や野菜ジュース、リンゴジュース、トマトジュース、なんだこれ、ミックスジュースかな、見たことないジュースがいっぱいありましたわ。下行くと炭酸水やコーラなどなどございまして、上の棚ヨーグルトやチーズケーキ、チョコケーキ、オレンジケーキ、え、アイス、しかもマグナムアイスあるじゃん。これ東南アジアで買っても日本のハーゲンダッツぐらいの値段しますよ。200円とか300円ぐらいする、なかなか高級アイス。ただ先ほどケーキ食べちゃったから今はマジで甘いものいらねえんだよな。失敗した、また今度にします。コーヒーマシーンがあって、オレオもあるのか、オレオやコーンフレーク、スナック、あとは各種アルコール揃っております。エヴァーのラウンジってすごく洗練されててスタイリッシュって感じがするんですよ。桃園空港のエヴァーのラウンジもこういった黒を基調とした内装でかなりおしゃれです。もう少し長居したかったんですけども、もう搭乗口向かいましょうか。まさかエヴァーのラウンジやってると思いませんでした。エヴァー航空のラウンジ後にしました。まだまだスワンナプーム空港ラウンジいっぱいあるんですけども、残念ながらもう搭乗時間が迫ってきているというのと、今回 C からの出発ということでめちゃくちゃ遠いんですよ。別動画で昔ラウンジの動画上げておりますので、気になる方そちらのラウンジ動画ご確認ください。ターキッシュエアラインズのラウンジだったりだとか、あとはプライオリティパスで使える他のラウンジいっぱい紹介しております。ゲートの前に着きました。出発15分前なんですけれども、まだ搭乗始まってないね。これはこんな感じの現状です。なので今回も今回でまた一番最後に乗ろうかな。優先搭乗いけるかな、それだけ確認します。優先搭乗で誰か並んでるやったら
一番最後乗りたいと思います。今アナウンスがあってボーディングスタート 9am 9時になるみたいです。今だいたい8時10分なのでこれラウンジ行けるね。行ってこよっかな。ラウンジ行こうかちょっと迷ってきたな。9時搭乗開始予定なんですよ。だいたいこういう時の9時搭乗開始って当てにならないっていうイメージがあるんですよね。であればここにいた方がいいかな、そんな気がする。ちなみに本日の機材787の予定だったんですけども、777ですね。これは777に変わりました。結局ラウンジ行かず搭乗口の付近で待っておりました。なので今日はもう一番先に乗り込みたいと思います。おそらくもうそろ搭乗始まるんじゃないかな。せっかく一番先に待ってたのにこのパターン何って話よね。うーわどこが優先レーンか明記してほしいよね。じゃないと僕がここでずっと待ってた意味まるでなし。マジか。最後に乗ります。優先搭乗終わりました。今一般搭乗始まってるんですけどもめちゃくちゃ人多いぞこれ。トリプルセブンに機材変更になったんですよ。実は787が元々の予定の機材だったんですけども、一応スタッフに通路側と真ん中シート今空いてるって聞いたら空いてるよってことだったんですね。もしかしたらここから誰か入ってくる可能性もなくはないでしょうし、こうなるんだったらなおさら優先搭乗で乗れなかったのつらいな。自分が何のためにあそこに並んでたんだろうなと思いますよね。優先搭乗が始まってから今優先搭乗でビジネスクラスだとか上級会員でここ並んでくださいねってアナウンスあったんですけども、自分が 2,30 分ゲートの前で待ってた時間何だったんだろうなと思っちゃうんだけども、まあ、もう終わってしまったことなので仕方ないけども、これほぼ満席に近いように見えるんだよな。もう搭乗始まってからだいぶ経つんですけども、まだ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 列途切れないのよ。あ、日本人だ。日本人のビジネスマンの方が2人今優先レーンの方に来ましたね。一応優先レーンはありますので今からでも優先搭乗はできるんですけども、このタイミングから優先搭乗したところでっていう感じなので、僕は今回は一番最後にまた乗りたいと思います。もう一般搭乗始まってから10分ぐらいは経ってるんですけど、ご覧の通りまだまだ人いっぱいいるのよ。15分ぐらいかかったでしょうか。ようやくお客さんいなくなりましたので私も乗っていきたいと思います。果たして今日隣その隣お客さんいるのかな、いないことを信じて乗り込みたいと思います。Thank you, コプンカー。本日57の K 窓側です。誰もいない隣、その隣もやった。今日は満席かなと思ったけど思ってた以上に後ろの座席空いてる。本日の機材トリプルセブンの 200ER、 めちゃくちゃボロボロだな。こんなボロボロな安全の処理初めて見たわ。隣入ってるか。あ、入ってるか。普通のやつがこれなのでかなりボロボロ。シートポケットの中は安全の処理とエチケット袋のみになっております。シートピッチこんな感じです。あ、広いね。昨日乗ったアシアナのエアバス380と同じぐらい広いかな。でもあっちの方が広いか。なんでこれは余裕ですね、このシートピッチ。なおこちらトリプルセブン 200ER ということでかなり古い機材だと思うんですよね。なのでビジネスクラスの方かわいそうだな。787の新しいビジネスクラスシートで予約者にもかかわらず本日は昔ながらの旧式の機材になってます。それに伴いましてビジネスクラスも22の配列の昔ながらの機材です。テーブルこんな感じ。あとはモニターがあったりだとか、ここの肘置きの部分かなり幅太いじゃないですか。これ何があって太いかというとここにリモコンがあるんですよ。なのでリモコンの分太くなってるよっていう感じでした。足置きもございますし、エコノミーに乗ってる分だったらそんな新しい機材なくてもいいかなって感じはします。ただモニターが古いのでこれちょっと明るさがな、今少し暗くなってたみたいなんですけどもちょっと暗いね。これだと古い機材なので見えます、何にも見えない、反射して。これマックスです。これマックス。あ、でもあれか、シェード閉じたら幾分か見えるって感じです。タイの入国制限はもうほぼ緩和されている状況なんですけども、ちょっと画角的に見ません。今左側の窓の外には使われない飛行機が縦に連なって駐機されてるんですよ。やはりほらもうタイがほぼ今まで通り戻ったといえども、
飛行機の需要というところがまだ戻ってないのかなって感じしますね。私が住んでる札幌新世空港にもタイ航空就航してたんですけども、現在は運休しております。冬の季節は本当にタイの方いっぱいいますからね。基本は韓国と中国、台湾、香港の方が多いんですけど、冬になるとオーストラリアももちろん多いですけれども、タイの方も結構見えてます。中国南方航空の機材とエティハードの機材、この奥なんだこの緑色、これわからねえ。中国南方航空も懐かしいですね。僕 YouTube 始めた初期の頃、中国南方航空の国内線のファーストクラス乗ったんですよ。その動画見たことある方いますか？もう動画はすでに削除させていただいたんですけれども、懐かしいね。あとはエミレーツのエアバス380、あとはセブパシフィック航空、カタール航空の機材が駐機しての見えます。あとはエアアジアの機材も駐機しております。これが先ほどお伝えした使われなくなった飛行機の数々です。バンコクエアウィーズの機体が並んでたり、あとはタイ航空の機材も並んでるんですよ。すごい数ですよね。10機以上はここに連なって置かれている状況です。食が到着いたしました。本日朝食メニューですが、麺とチキンソーセージ2つから選ぶことができましたので、僕はもちろん麺、パッタイです。ラウンジでパッタイ食べましたけども、もう1回パッタイ食べても全然問題ない。そしてこのパッタイ、エビがいっぱい入ってる。 1,2,3,4,5,6,7 個もエビ入ってる。ただあいにく僕エビあまり得意ではないので、エビ好きな方はかなり嬉しいですよね。パッタイいただきます。朝食メニュー、皆さんだったらどっち選んでましたか？チキンソーセージかパッタイ。僕はパッタイ好きなのでパッタイ選ばせていただきました。もう早速パッタイいただきましょう。あ、これよパッタイ。先ほどエールブランスのラウンジで食べたパッタイの麺は細いパスタみたいだったんですけれども、パッタイの麺って言ったら米粉の麺ですよね、これ。なので間違いないでしょう。いただきます。これ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 、やっぱり麺のもっちもち感が違うわ。エールフランスのラウンジで食べたパッタイもすごく美味しかったんですけども、やはり食感がパスタなんですよね。ただパスタのパッタイも美味しいし、本来の米粉の麺を使ったパッタイも美味しいし、どっちも美味しい。ただ個人的にはラウンジのパッタイよりも機内食のパッタイの方が最高にうまいわ。これはいいね、パッタイ最高。いや本当にアロイアロイアロイ、美味しいパッタイだわ。クロワッサンなんだけども、あ、これはいいと思うよ。めちゃくちゃ美味しいかって言ったらそんな感じはしないけども、そこまでまずくないというか、なんて言ったらいいんだろうな、僕がいつも気にしている口の中の水分持ってかれるかって言ったらこれは全く持ってかれない。しかもマーガリンじゃなくてバターっていうところもポイントアップですわ。口の中の水分は全く持ってかれません。これトースターとかで焼いたらもっと美味しいわ。バターの香りがほんのりするかなっていうぐらいのクロワッサンです。ジャムをもうこのままディップしちゃいます。間違いないわ。パンも美味しい、パッタイも美味しい、最高の朝食や。
機内食でこういったパックに入ったヨーグルトを出た際に私いつも説明してるんですけれども、気圧の関係で基本的にこういうものはポテトチップスの袋とかもそうなんですけども、パンパンに膨れ上がっちゃうんですよね。なのでヨーグルトなんか特にこのまま開けるとビチャって飛び散ることあるじゃないですか。これを防ぐ技教えます。なので僕の動画以前からご覧いただいている方はまたかよって思うかもしれませんけれども、知らなかった体でお聞きいただけると嬉しいです。なのでこれビチャってならないためには簡単です。穴開けてください。穴を開けると空気がここから逃げてきます。なのでビチャッと飛び散らないで開けることができます。今は残念ながら爪楊枝あるね、爪楊枝ありますので、爪楊枝でこれで OK です。一箇所穴を開けるだけで空気は逃げてきます。開けます。こんな感じで飛び散らずに開けることができますので、皆さんもぜひ飛行機の中でヨーグルトなどこういったものが出てきた際は試してみてください。ほんのり甘いヨーグルトでめちゃくちゃ美味しいわ。パッタイもパンもヨーグルトも美味しい、フルーツも多分美味しいとは思うんですけども、パイナップル硬い。ちょっと待って、これ死んだね、パイナップルの。ごちそうさまでした。機内食美味しかった。おそらくこの後ベトナム抜けて南シナ海抜けるところではないでしょうか。マニラ到着まではおよそ1時間50分です。フィリピンの島々見えてきました。もう到着まであと20分ちょっとというところなので、ルソン島ではないかな、これかなり大きい島なので。あっという間だね、この路線3時間ぐらいなんですけれども、あっという間に到着しそうです。なぜなら先ほどまでずっと寝てました。シートベルトサインが点灯いたしました。高度も徐々に下がりつつあります。マニラは曇ってそうですね、この感じは。先ほどアナウンスあったんですけども、マニラ28度ってアナウンスあったかな。28度だったらそんなに暑くなさそう。今アナウンスあったんだけども、自分の英語力が正しければ二の焼の空港混雑のため着陸の順番待ちがすごいと、到着予定時刻1時だ 1pm だって言われたような気がするんだけども、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、カップか。今日も今日で名前があるよ。前回もあったよね。何があったかはまたおいおいお話しします。そして現在もフィリピン入国の際、ワンヘルスパスというのが必要になります。私記入したんですけども、 QR コードスクリーンショット撮るのを忘れて、もう一度やり直し今から。そしてめちゃくちゃ並んどる。今回駐機しているタイ航空のスポットの向かいが JAL の787駐機してましたわ。ワンヘルスパスのページ終わりました。ここお店になってる。前違ったような気するんだよな。そして以前来た際は入国できないというハプニングが発生しました。果たして今回は大丈夫でしょうか。
マニラニノイアキノ空港到着いたしました。タイ航空ターミナル1使っているということで今ターミナル1におります。今回はタイ航空のフライトを使いましてバンコクスワンナプーム空港からやってまいりました。4月にも同じ便のビジネスクラスでやってきたんですけれども、今回はマジで機内食美味しかったのよ。パッタイ最高に美味しかった。今まで食べたパッタイでトップ3に入るんじゃないかな。あれで機内食っていうぐらい本当に美味しいパッタイで、ここの部分大満足でした。ただ今回は直前で機材変更があったんですよね。本来は787で運航する予定だったんですけども、急遽機材変更で777になりました。僕は今回エコノミークラスだったから、正直787でも777の200でもどっちでもいいなっていうところであったんですけども、これビジネスクラス予約した人かわいそうかな。実はあの777は旧型のビジネスクラス座席積んでるんですよね。なので787だったら新しいシート出ると思いますので、ここかわいそうだなっていうのはありました。急な機材変更もあったということで40分から50分ぐらいかな、出発が遅延になってしまいました。あとは僕の並んでた意味、あれね、まあ、そこまで気にしはしてないんですよ正直。そんなに気にはしてないんだけども、あれ待ったんだけどなーと、20分30分あそこで待ってたんだけどなーって、一声かけてくれたらすごく嬉しかったなっていう、別に怒ってもないですしそんなに気にはしてないんですけども、声かけてくれたら嬉しかったなっていう話でした。それでは今回はマニラに到着ということでフライトレビュータイ航空をお届けいたしました。ちなみにただいまの時刻もう10時なんですよ。やばいよね。1時とか2時ぐらいについてずっとこう編集作業してました。おかげさまで結構はかどったので、これからどん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 動画が上げられるように頑張っていきたいと思います。それでは本日のフライトレビュー以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいボタンです。ツイッター、インスタのフォローを合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。